はざますちゃがまらんちゅんと。やっと。やっと。ドデカミンとデカビトの違いあんまわかんないです。ひとしです。だよね。確かに。今回タイトルにもある通り、かねてより5人目のメンバーでありましたサルッピが今回脱退という運びになりました。はい、サルッピは2019年の12月にメンバーとして入りまして、それから何本か動画に出てくださってて、コメント返信もしてくれたり TikTok もやってくれたりとか、結構活動してくれてたんですけども、一身上の都合というかリサル上の都合としておさらばするという形になりましたね。そうですね、バイバイということで、僕が一緒に、まあパチパチはおかしい、それ違う、パチパチはでしょ、脱退動画だから悲しくしなきゃいけないっていうのは違うと思うから、ほら全然ね、ポジティブいいと思うのよ。やった、バイ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 。いや、それもおかしい、確かに、それもおかしい。で、今回僕がサルッピが出てくれた動画のまとめみたいなのを作りましたので、はい、視聴者さんと一緒にね、みんなで見ていこうかなと思います。はい、数少ない出演動画だからね、みんなで思い出に使って、はい、サルッピと、まあごめん、これから4人で頑張っていく、これからも見てね、言っていこう。あー、なるほどね。そうしよう。はい、じゃあ見ていきましょう。せーの、サルピース。いまーす。あ、懐かしい。これあれやん、二人が仲悪い時のやり、そうよ。時期的にはあのね、回す前はたまにギスギスが多かった時期ですね。表情も二人ともやつれとるもんね。これなんて俺もなんか変な顔してるもん、チュボはやつれすぎて。それはたまたまたま。はい、いきまーす。はい。もう一つお知らせがございまして、新メンバーという形で。はい。わ、来た。おー、サルッピー、お邪魔します。この頃なんか声変えてるのかな。あ、まあ、そこもちょっと楽しんでいただければ頑張りますので僕は応援してください。イエーイ。サメラスタミナハンバーガータミー、シャニーレタス、これベーナスです。ベーナス、皆さんここ一番疑問なんじゃないですか。確かに、なぜ見れるんやね、ハンバーガーに。自覚が優れてる。無視な、無視な、無視な。お、うまい。そこにかける、そこにかけるの。え、こっちにかける直で。おお、すごい。お前ちょっとレアぐらいが美味しいね。どうせ、え、トロスケ、あ、そう、忘れてたね。サルピそれ、どうしよう、それ、切る前で言うよ。入ってきた、ほらほら、やばい、うわー、手やった。おい、鼻の下めっちゃ伸びとるやんけ。え、いいな、やばい、やばい、これ好き。申し訳ない、寝てないねえ、分からん、寝てないの。大学だったもんね。はい、終わりです。はい、終わりです。何、終わりやけど。はい、終わりで。トロキムチ分かる。終わりよ、抜いて。ありがとう、ほんまに。あーだーあだー、こいつまとめるだけでも無理やけど。いっぱいかけちゃう、いっぱいかけちゃう。料理うまい。ちなみに何これ。セレフにあいつ作ったやつもらった。ガ知ってるよ。すみすみ。何をしよう俺かっていうの聞きたかった。ああ、そうな。おい、塩コショウかけろ。はい。温まっております。うん。の準備ちょっと。おい、ちっかっこんやけど、なんでこれ。サルッピ。バキンバキンになっとったね。サルッピ。この手から取るの大好きやない。いた。動画気にしろ。唐突に怖いこと。これが怒られる。危ない危ない。危ない危ない。痛い痛い痛い。暴れん坊なんやな。ほんで、何よりも金目止めていくと。暴れん坊やん。そう、すごい。こういう感じちょっと飛んでくるよ。イエーイ。やっぱそうよね、やっぱね。ファイスト行ったらですよ。赤さにスサキエキエナイ。ミシャガーにも決まった。クラッシャー入ります。クラッシャー中に入ります。入ります、入りました。クラッシャー中に入りました。どうしたお前ら。駅なんです、駅なんです。かしこまりました。チェンジーやん。これは悪かった。今日面白かったね。ごめんなさい。これはチームだね。急に言ったんよ、パンデ。聞いてくれ。何、まずこの1本目を見たときに、まあ負けても絶対もう1回とか言うなよ。おらー、危ない危ない。終わり、ラストおら、おりよー。違う違う違う、一番再生回数が低い動画やね。いや、ラストな、ラストラストラスト。ほにゃほにゃ先生、もうやったら、そういうこの名前を当ててください。あのね、メスなが。メスって言うな。
正解は、うん、耳先生。耳先生なの。ビジュアルアットってまして。答え最近じゃん。大正解。あれに髪の。サレピー、ひとし興味ないよ多分これ。そういうことやるんやな。俺はいいって言ったけど、お前が曲がったよ。やめてよ。やばいやばい。携帯に罪やないか。本当にやばいよ。本当にやばいよ。本当にやばいよ。さすがに携帯撮影中やきね。しゃあない、ほら、うん、もう間違いない。俺がルール、俺がルール。ね、おさむとハガツとの対象でね。お前らの店ちゃうで。え、俺新しい店作るだけやで。いやと。いつもバカにされよったの。絵描いたらお前何描いてるかって言われるし。マジでできたんだ。なんですよ、俺が。やばさやね。今やばいな。朝食じゃない。やばいよね。天気勃起しそう。想像で言ってくださいって言われて。バキバキやったな。困っちゃったし。ということで、まあこちらの動画が多分最後だったのかなって。あー、DIY したのが最後ね。いや、面白いね。改めてね、やっぱね、おもろいんですよ。サルピおもろいな、マジで。サルピ、まあ自由奔放なキャラっていうのがすごく良かったかなとは。面白かったな。面白いね、うん、なんかこれ動画見て面白かったけど、悲しい気持ちになってきたね、ちょっとね。俺もね、いろんなサルピの動画見てね、悲しくなって、ね、悲しくなるね、なんかちょっと悲しくなって、確かに。まあ1年以上撮影してなかったけど、あんま実感というかなかったけど、ね、なかったけど、別にあれはもう今後は出なくなるけども、うん、これまでの動画見返していったらいるわけだからね。うん、うん、特に俺が好きな動画で、俺とひとしとサルピの3人で撮って、今は限定公開の再生リストに入ってるんですけど、うん、俺がひとしに誕生日プレゼントをあげる動画をガチかやらせか当てろっていうゲームだったの覚えてる。知らん。覚えてる。覚えてる。めっちゃこの動画面白いんですよ。めっちゃ好きなんですよ。出てこかないの再生してある。ある。まあ動画概要欄に載せようか。そう載せよう。これやっぱ、ね、でもね、あの、タカとチャコマンとか見てないけ。坂田が分かってない。多分 1.75 倍では見ると思う、多分。だろうね。タケ覚えてる。それは見てないと思う。まあ脱退しちゃうから、まあチャコマンこれからね、4人で頑張っていきますけど、いつまでたってもチャコマンですから、サルピは。そんなことはないよ、うん、絶対がしてるけど、別にもっとちゃがまないよ、それ。切り捨てましたサルピいらないですね。今度あのハウスにあるサルピのあのお面切り刻んでからゴミ捨てようと思います。最高最高ということで、最後にトシの方からね、はい、多分サルピのお手紙を預かっていると思いますので、はい、そちら読んでいただいて、はい、ね、はい、というわけで私の方からサルピのお手紙、最後の一言読ませていただきます。まず最初からね。そらそうやろ、なんで途中から読もうって。どういうこと。そらそうじゃん。うるせえ。サルピ、脱退します。もう本当にこれは個人的な事情でやむなく山に帰ることになりました。最近動画にも出れてなかったし、このメンバー誰みたいな雰囲気になってたと思いますが、下界に降りてきてこのメンバーとたくさん楽しい時間を過ごせました。今後動画にも、え、マジでごめん、え、電話かかって、電話かかってた。え、出た方がいいでしょ。で、寄れるよ、マジで。もしもし、あ、ちゃいます。間違い電話に邪魔されるサルピの違う。もっとんだ最後まで。新井先生のお電話でしょうか。知るか、新井先生誰やねん。最後まで持ったの。要件ならわかるよ、仕事とかの。じゃあ終わり。マジで終わり。はい、終わりでーす。終わり。さすがリオム。ごめん、サルピ。さすがリオムね。下界に降りてきて、このメンバーとたくさん楽しい時間を過ごせました。今後動画にも出られませんので、ここで脱退という決断をさせていただきました。勝手にごめんね。今まで本当にお世話になりました。これからも4人でみんなを楽しませてね。一番のファンとして応援してるっきー。下界ってことは上におるつもり。俺もそれは思う。話つくなって思って。まあでもちょっとなんか思うとこあるね。まあ一番のファンよりって言われたのはちょっと嬉しかったですよね。それはやっぱりね、うん、今日とかもあってお昼にさ、ラーメン食いに行ったやん、うん、そしたらサルピとちょうど LINE しとったんやけど、お前らもっと頑張れ、ラーメン食っとる場合じゃないやろって LINE来た。
意外とね、熱い意外と結構熱い男なんや、ね、熱いそれは本当に本当そうなんや何しよるって目をった編集せえって言うもんね、二言目に死ぬまで働けモット精神のやつが、うん、熱いけどね、まあ、そんな熱い気持ちを背負ってこれからチャガマランはね4人で活動していきますんで、うん、これからまあ普通に楽しんでいただけたら、うん、今回の動画ちょっと若干しみになりましたけども、うんうん、まあ、本当楽しんでもらえたらサルピも喜ぶし僕らも嬉しいし面白い動画がどん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 見れるよっていうのでみんな嬉しいそんなチャンネルにしていきたいですやった。これからも頑張るで4円よろしくね。応援じゃないね。惜しい。惜しいね。惜しい最後リーダー。じゃあこれからもサルッピー、俺たち下界で頑張るから、これからも見てな。今日の動画でね、お前ら頑張れって思ってくれた方は、高評価、応援のコメントよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで本日のチャンネルの動画でした。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。じゃあサルッピー。サルッピー。